皆さんは雑誌ウェブスピードをご存知ですか？サーキットを速く走るためのハウトゥー特集が魅力の本である。プロのレーシングドライバーが具体的なテーマごと、例えばブレーキング、目線の置き方などを分かりやすくレクチャーしている。そんなウェブスピードが年に一度大々的に行う企画、筑波スーパーバトル。全国からトップチューナーが筑波に集結する。12月の筑波サーキットは凍てつく寒さにもかかわらず、チューナーたちの鼻息は荒い。 V オプトでも馴染みの面々もちらほら。ドライバーも一流どころが揃う。こんな朝早く筑波に来たら女子のジョの字もいねえじゃねえか。参加者とパドックでの雑談から始まる V オプトのスーパーラップとは違い、サロンではドライバーズミーティングが行われる。今日一日の進行、注意事項などに耳を傾ける選手の中に、一人場違いな男が。山さん、はいはい、今日はよろしくお願いします。あのスタッフの方ですか？はい、はい、今日はいつものようにタイムアタック、俺頑張りますんで、はい、すいません、ビデオオプションです。お前ふざけんなよ。お前何しに来てんだここよ。テクニックや即座に威嚇、まさに猿そのもの。ほんとわけわかんねえよビデオオプション。ほんとによ、もうここだけは来るな。ここはまあ俺の唯一のコーナー、本当に落ち着ける場所だからな。もうやめてくれよ本当に。今日もよろしくお願いします。ウィオプト潜入、つくばデブアタック。おなじみサイバーエボ、600馬力使用でトルクは驚きの82キロを発生する。透明のキットで 2.2 リッター化されたエンジン、膨大なサーキット走行により足回りは熟成されている。軽量化のため最小限にコックピットはまとめられる。このマシンのドライバーはおめえか。朝一番からアタックに入るラーマン、それを見守るのは本業歯医者の滝沢さん。この人熱中してくると周りがほとんど見えない。マシンを追いかけ S 字地点へと走って向かう。カメラマンが追いついたと思いきや再びピットへと戻る。エンジンの調子を耳で感じる。さてさて、本日一発目のタイムは聞けないっすね。どれだけ俺がお前このグリップをこう確かめながら走ってるかな。グリップ走行だよ。俺のグリップ走行はあれなんだよお前な、本当に。まあ知らないうちに動いてるかもしんないけどな、これは俺のスタイルだ。米国チャンピオンマシン、トーメイクスコインプレッサー。トーメイコンプリートエンジン搭載で495馬力を発生。サスペンションは市販品を吊るしのままで使用。08年米国アンリミッテッドクラスチャンピオンの実力は。マシンのドライバーはアメリカでもコンビを組んでいたラーマン。これチームは自分でつけたんですよ。いや聞くな俺にな、ターザンって語んな。お前んとこはラーマンだろ。ずいぶん自分大好きなんですね。当たり前じゃねえかよ本当に。 B 型だよ B 型、俺は自分の時の。いいよお前。Thank you.
56秒台を出し意気揚々と帰ってきたラーマンに V オプトワン。なんすかチームターザンって。いやお前聞くなよお前、俺のチーム俺の車なんだよ。待ってるな、カメラ触れてるよ、汚いカメラが。なあ触れるな俺に。